Today is a joint session with our えー、Japanese 今日は、日本との共同セッションということになっておりますので、日本の方々に対しては、日本語の通訳を聞くことができます。日本語を選択していただければ、日本語の通訳を聞くことができます。まずはじめに私、自己紹介いたします。ヒラリ・クンと申します。サラム・アラム・エイジアという団体から来ておりまして、この森林とそれから金融関係のグループ団体でございます。今日さまざまな参加者が参加しております。金融機関、ジャーナリスト、 NGO、 あるいは研究者等々が参加されております。で、今このウェビナーということで、ウェブサイト、新しいウェブサイトを立ち上げました。それを、紹介するという意味もございます。で、その後に、ウェビナーを、ウェブを紹介した後に、最新情報や方針の評価についてお話ししていきます。で、今日のアジェンダになりますけれども、まずはじめに簡単に自己紹介をいたします。で、その後にメリルさん、フォレスト・ファイナンスの方ですけれども、この新しいウェブサイトを紹介していただきます。その後に、この投資についての最新情報をご紹介いたします。こちらは、ワダマンさん、プロファンドのワダマンさんが紹介いたします。それから方針の評価ということで、ウェルファン・ゲルダーさんから、ございます。最後に、この軍さん、特にインドネシアの方ですけれども、影響度のケーススタディについてお話しいただきます。そして最後に Q&A セッションがございますので、皆さんの方からご質問がある場合は、この Q&A のボックスに記入してください。後ほど確認をして、答えするようにしたいと思います。それからお名前と所属について、Q&A の方にも記入してください。それからどなた誰に質問を向けているのかということも記入してください。ではまず我々の組織についてご紹介いたします。フォレスト&ファイナンスというものは、このキャンペーンや研究を行っている団体の連合体でございます。その中にはレインフォレストアクションネットワーク、トゥクインドネシア、プロファンド、アマゾンウォッチ、レポーターブラジル、バンクトラック、サーバータランマレーシアとフレンズオフィアースが参加しています。で、我々の目的というのは、金融セクターにおける透明性、方針、制度、規制を改善していくということで、それを通してリスクセクターで広く見られる環境破壊や社会不正を金融機関は支援することをやめてもらうということが目的になります。で、我々についての紹介ですけれども、フォレスト&ファイナンスというものは、まずウェブサイトを2016年に立ち上げました。で、これは森林破壊や権利侵害における金融セクターの果たしている役割について明らかにしています。このプラットフォーム3つの目的がございまして、まずは金融機関と森林破壊、あるいは権利侵害に関わっている企業との関係性を示すオープンソースデータを提供するというのがまず1つ目になります。で、ここにおきましては、さまざまな金融データを、300以上の金融機関のデータを派遣し、を検討いたします。例えば大豆、紙パルプ、木材などに関わるデータになります。それから2つ目の目的というのが、金融機関あるいは投資家の ESG 方針を評価するということです。で、これは関わっている主な金融機関のあるいは投資家のを明らかにしていくということになります。で、これが十分な方針が取られているのかどうかということを検討している部分になります。で、3つ目の目的になりますけれども、こちらは例えばこの企業が法律違反した場合、その企業を顧客としている金融機関の説明責任を求めるというものになります。で、これが簡単ですけれども、我々の組織についてのご紹介でした。で、では次に、
メリルさんに新しいウェブサイトの機能についてご紹介いただきたいと思います。ありがとうございます。皆さん、こんにちは。今週、我々新しいデザインのウェブサイトを立ち上げているところでございまして、新しい機能を共有、ご紹介させていただきたいと思います。で、主な目的というのは、検索をよりやりやすくするということと、それからデータをできるだけ視覚化できるようにするということ、それからブラウジングがしやすいようにさせるというものになります。で、まず金融データの部分なんですけれども、こちらについてはさまざまな金融取引もありますけれども、その他にも政策方針のあり方、それから報告書やガバナンスに関わる部分などもございます。で、まずはじめにこの詳細データについてのページをご紹介いたします。これは我々のデータセットの検索ができる部分なんですけれども、この2013年以降の金融取引をカバーしておりまして、特にこの商品分野でのデータをカバーしております。で、特にこの東南アジア、アフリカ、それからアマゾン地域をカバーしています。で、ここでは10種類のフィルターを使って検索はできます。例えば会社別であったり、金融機関別であったり、あるいは分野地域別、あるいは金融サービス別に検索ができるということです。検索結果ですけれども、これはすべての取引の一覧表という形で表示されます。で、視覚化ということなんですけれども、誰が一番最大の投資家、あるいは誰が最大の融資を提供しているのかというのが、主な関心事になるかと思いますけれども、一覧表の中でグラフがこのように表示されます。そうすると、一番最大の融資、あるいは投資家が分かるということになります。で、このデータの検査結果についてはこれはダウンロードが可能です。例えばグラフなどもそうですし、で、そういった機能を使ってすべてのデータセットをダウンロードすることができます。選択をした上でダウンロードが可能ということで、ダウンロードした上で分析をすることができます。で、あとは情報共有のためにリンクを使うこともできます。で、ブログや報告書などにおきましては、特定の検索を行って、それも可能であるということです。で、さまざまな詳細な情報が入っておりますので、それよりもより簡略な検索をしたいという方もいらっしゃるかと思います。で、例えばこちらがこのページになりますけれども、こちらでは、これ、ツリーマップで表示されていますけれども、ここに表示されているのは、この例えば投資者融資別をさまざまな分野別に表示しているものです。それからツリーマップを見ていただくと、その検索結果が表示されるということですね。こちらの例ですけれども、こちらのツリーマップでは、融資状況が表示されておりまして、2013年から2021年までの各分野ごとの取引量が分かります。で、どのような分野がより多くの投資を融資を受けているのか、例えばこちらでは右側の木材はそれほど大きくはないということが分かります。で、その下になりますけれども、こちらが集計表になります。各金融機関ごとの集計データが表示されます。融資額などが表示されます。で、それからそれぞれ各金融機関の方針評価なども表示されます。で、その最後のその下になりますけれども、さまざまなリンクも貼ってありますので、例えば金融機関の間の比較なども、簡単にリンクを使って、別のページに飛ぶことができます。で、こちらがそういったページの一つですけれども、これは銀行間の比較のデータになります。複数の金融機関をまず選択していただいて、今ちょっと
今この字が小さくて申し訳ないんですけれども、この例では、ブラジルバンク銀行とラボバンクとの比較になります。ラボバンクが下に表示されているもので、それぞれの地域別の内訳が表示されています。それから分野別の内訳も出ています。例えば一番最初のグラフですと、これが中西部アフリカというところです。でラボバンクはこちらではかなり大きな融資がなされているのがわかる。それから緑色が木材が、これが一番大きな部分を占めているということですね。でラボバンクは、かなり多くの木材投融資を行っていますので、このような結果になっています。で中部、中間部分がこれが中南米になりますけれども、こちらでも、さまざまな商品が取引されております。で大豆、黄色の部分ですね。それからこの、牛肉がこの緑の部分になります。で東南アジアですけれども、こちらもラボバンクのデータです。でこのグラフの下にはもう集計データが出ております。各金融機関ごとの集計データと、それから方針の情報もあります。それから全体的なこの各金融機関の方針のスコアですけれども、こちらはさまざまな方針を分析を行います。でこれに対して、今54の金融機関の評価を分析を行ってきているところです。で一番上の、ところですけど、これ平均値が、出ています。一番左側が一番平均値になります。でこれはランキングで、それぞれ上位から下位まで、リストアップができます。それから、投資額も表示されますし、そういった意味で各分野ごと、商品ごとの、スコアが出てきます。でこの、金融機関の名前をクリックすると、今度は、その金融機関のプロフィールのページに行きます。でここではまず顧客先として最も大きなものが、トップ5のものが表示されます。でこちらでは赤い、点が表示されていますけども、こちらは特に問題のある顧客企業ということになります。例えば苦情が寄せられていた企業であったり、あるいは我々の団体の対象になっている企業であったり、あるいはメディアで取り上げられているような企業がこのグループに入ります。でそしてこの5つのトップ顧客、最大の顧客先ということになって、その後に平均スコアが表示されます。それぞれ ESG の環境、社会、ガバナンス別にスコアが表示されます。で、これも分野別、商品別に表示されまして、右側にあるのが、すべての35項目、基準に使っている35項目になります。で、各、例えば大豆、パーム油等々の6つの商品群での基準になります。でその下には、そもそも我々が出している報告書にも、リンクがございますので、こういった、どのような影響が生じているかというものも報告書を見ることによってお分かりになります。私の方からは以上になります。ありがとうございました。メルさん、もし皆様からご質問がありましたら、Q&A ボックスに記入してください。我々の方で確認をするようにいたします。では次にワードさん、プロファンドのワードさんから、この投資状況のについてご紹介いただきたいと思います。皆さんこんにちは。参加者の皆さんどうもこんにちは。とても、嬉しく思っています。それからさまざまな関係者が今日このに参加されていることで、金融機関も含めて、NGO も含めて、あるいは研究者も含めて参加されていることを嬉しく思っています。ではまずこの投資状況ということでご紹介させていただきたいと思います。投資家データということになります。特にこの債券と株式やということで、今年の第一四半期のデータをまとめております。これはウェブサイトにも掲載されているものです。で昨年我々研究を行って、情報を更新してきました。でその中で2016年から2018年までの期間をカバーいたしました。
でこういったものがさまざまな、森林リスク商品に対して資金が流れていることが分かっております。でその中でパーム油、それから、紙パルプ、それから牛肉、大豆、等の商品が取り扱われています。で我々もこのデータを改めて更新をしていきます。これが9月に出る予定になっています。では投資データについてご紹介させていただきます。まずですけれども、このデータがどこから来るのかということなんですけれども、まず投資家データにつきましては、ブルームバーグと EMAX 等を使っております。でこれが我々の研究の範囲の内になってくるところで、3つのリスク企業を把握していくデータになります。でこういったさまざまな企業への融資、投融資を把握した上で、各企業の活動を見ていきます。で今、6つのリスク商品がございますけれども、例えばですけれども、この10%ある100万ドルの投資がなされているという中で 15% のみが、このパーム油のみの事業であって、それ以外のが別の活動、例えば小売りであった場合などですね、あるいは不動産などの場合、そういった場合、その投資油はパーム油のみの投資だけを我々の対象として取り上げます。でその中でその投資融資の中でパーム油の額を把握した上で、次にどの地域でその投融資が使われているかということですね。つまり3つの地域、中南米、東南アジア、それから中西部アフリカですけれども、これをできるだけ具体的に詳細に把握するようにいたします。で今この最新のデータですけれども、今410億ドルの投融資がなされているというところです。この半分がパーム油で、 5分の1がカムパルプ、牛肉が 10%、 木材が 4%、 大豆が 4%、 ゴムが 12% ということになっています。でこのパーム油が、大部分を占めるというところなんですけれども、それを反映して東南アジアが、一番大きな部分になっています。3分の2の投融資が東南アジアに向けられるということですになっています。3分の1が中南米ということ、特にブラジルになっています。でそれから、最大の投資家なんですけれども、これは例えば米国の資産管理会社ブラックロック、ヴァンガード等ですね。それからマレーシアの政府系投資家も大きな投資家になっています。例えば PMP などですが、こちらが心理リスク商品への大きな投融資を行っております。特にこのパーム油ということになります。それからマレーシアの現金基金も参加していますし、それから日本政府の年金基金、あるいはノルウェーの年金基金なども再投資をしているところが分かります。Yeah, all good. Okay. Yeah. So, beyond these Asian pension funds. で、こういった年金基金以外にも、オランダもそうですし、スウェーデンの北欧の年金基金もかなりの額を投融資していることがわかります。それからブラジルの開発銀行ですね。こちらもかなり大きな投融資額になっています。で、それから融資先ですけれども、例えばこの債務ダービーのパーム油ですね。こちらはマレーシアの財閥になりますけれども、パーム油、マレーシアとインドネシアで活動している企業です。それからスザノ、こちらもかなりの大きな投資先になっております。こちらは紙パルプ事業で、グローバル展開している企業です。それから、ブラジルのトップグローブ、こちらはゴムですけれども、こちらもパンデミックで大きな影響を受けて、良い意味での影響を受けたものです。それから JBS ですね、こちら、ブラジルとそれからアメリカで活動している牛肉の企業になります。
で我々この JBS で投融資がなされているという時は我々、まあ、これはブラジルに限定して、見ています。アメリカではのデータは取り込んでいません、我々の 除外地域の除外しているからです。でそれから東南アジアを限定して見ていきますと、まあ、こちらが266億ドルの、まあ、森林リスクの債券株式保有がなされているということが分かっています。これは東南アジアですけれども 71% がパーム油、それから、紙パルプ、それからゴムが 18% になっています。でこの投資がどこから来たかというと3分の2が、まあ、東南アジアからの融資、投融資、それから東アジア、これは日本、中国、韓国などになります。それから、北米が 1% のみでした。それから欧州が 4% に限られています。でそれから最大の投資家ですけれども、まあ、これがマレーシア政府という話をしてきました。で特にこのアメリカの、投資機関投資家ですね。それからダービートップクラブなど、それからそれ以外のパーム油会社、など KOK などもそうですけれども、IGM を買収するということが最近発表されたばかりですけれども、あと日本に関しましても森林関係の投融資がなされています。でそれから次の、金融機関の方針の評価というところで私の方から、ジャン・バレムさんが今日参加できないということで私の方から続けて紹介させていただきます。まずなぜこれは各金融機関の方針を評価するのかということですけれども、まず、まあ、この森林リスクは2つの観点から考えることができると考えています。まず1つ目は環境へのリスク、それから社会のリスク、それからガバナンスの問題も関わってきます。それ以外にもこういったリスクというのは金融リスクということも可能性が出てきます。例えば銀行がこのパーム油の会社に貸し付けをしていて、でパーム油がこの森林破壊を行っていると、であるいは火災が生じていると、でそうすると、まあ、罰金を受けて、あるいはこの土地が使えなくなるというような状況が発生するかもしれません。まあ、そうすると、この生産が影響を受けて、十分な収益が得られなくなってくるということになります。まあ、そうすると、この貸し付けを返済することができなくなってくる、それが難しくなってくるという状況になってくると、それは今度はそれが翻って金融機関へのリスクになってくるということです。ですので、まあ、こういった ESG のリスクというのは、やはり金融リスクということにも同時になるということをというふうに考えております。まあ、単にその金融機関の金融リスクを下げるという意味もございますし、それから各事業会社に対してその事業の在り方を変えていってもらうということが必要になってきます。では、この評価をどうやって行うかということですけれども、我々さまざまな国際的なベストプラクティスを背景に参照しております。まあ、例えば国際合意ですね、国連であったり ILO、国連環境計画などの合意に基づいておりますし、さまざまな標準がございますので、それを参照にして評価を行っています。でこちらがそれぞれの各基準項目がございます。で我々この方法論を確立いたしまして、こちらはさまざまな他の組織機関と協力して、この方法論を確立してきました。さまざまな別の組織ともフィードバックを得ながら、確立してきたということです。まあ、それから例えばこのさまざまな国際的な方法論など、そういった関係機関とも連携しながらこのような基準を確立してきたわけです。で、こういった枠組みというのは、そういった意味で十分に現実性が高いものであり、環境のリスクを下げることができると考えているものです。では、それぞれの各基準をどう評価するということなんですけれども、
まずその各金融機関の政策に、この基準が反映されているかどうかということをさまざまな、データから見ていきます。でもしそういった方針がそもそもない場合、そうするとゼロポイントになります。で、あることはあるんですけれども、まあ、例えばサプライヤーは除外されているような状況ですね、まあ、そういった場合は、まあ顧客企業に対してこういった基準が遵守することを求めていないのであれば、これが 8.5 ポイントを与えられるということになります。で、全て網羅した形での方針が設定してあるならば10ポイントが与えられるということになります。で、これは全て公開されたデータをもとに、評価を行っていることです。まあ、おそらく、まあ、あるいはこの内部方針などがあるかもしれませんけれども、そういった場合は我々の方では評価できないということになります。で、政策、この方針というのはその6つのリスク商品別に見ていきます。まあ、そのパーム油で方針はあるけれども、牛肉では方針が設定されていないとか、あるいは紙パルプではあるけれどもゴムでは方針が設定されていないとか、まあ、そういった状況もあるかと思います。それから金融サービスの種類別にも別に評価を行っています。まあ、融資であるのか、それとも株式債券の引き受けなのかどうか、まあ、そういったことで、それぞれ別々のスコアを出しまして、最終的にこの全体のスコアとして集計をいたします。それから商品ごとの投融資額で比重をつけて、この最終的な全体的なスコアを出していきます。例えば金融機関がこの牛肉では強いけれども、しかしパームオイル、パーム油においては方針があまり強くないということ でなると、まあそれは商品ごとの投融資額の比重をかけて最終的な評価を出すということになります。で、こちらが、まあ、先ほど、お話があったかもしれませんけれども、まあ、こちらが、まず一番最初の基準ですね。これが森林削減、森林破壊をゼロにしているかどうかという基準になります。こちら日本の金融機関になりますけれども、パーム油では 8.5 ポイントということになります。おそらくこちらはサプライヤーには遵守を求めていないというケースなのかもかと思います。で、しかし牛肉あるいは大豆、紙パルプには方針がないので0ポイントということになっています。で、こちらが別の金融機関の例になります。 CIMB ですけれども、これはマレーシアの大きな金融機関になりますけれども、まあ、いくつか 8.5 ポイントは出ています。 HCV、ACS を検討しているかというところで、パーム油では 8.5 は出ていますけれども、牛肉と大豆では特に方針がないということです。これが全体スコア、全体の方針スコアですけれども、こういった金融機関をクリックしていただくと、その金融機関のプロフィールページに行きますので、どういった金融サービスを提供しているかというのが分かるようになっています。で、そういった意味でこの今54の金融機関の評価を行いました。主な主要銀行と投資家になりますけれども、こちらの金融機関はアジア、欧州、アメリカとブラジルの金融機関がほぼ大半になります。で、こういった金融機関は我々の評価スコアに対してコメントする機会が与えられているというところです。まあ、我々としてもこういった金融機関に対して評価スコアを提供しているところです。で、こういったような機会を捉えて、まあ、我々との関係を作りながら、こういった金融機関の方針を改善をさせていくような、そういったような話し合いの、を始められるような状況に持っていきたいというところです。それを通してさまざまなマイナスの影響を取り除いて、いきたいというところです。スコアの高い金融機関ですけれども、トップ5が、3つがオランダ系ですね。まあ、こちらは、まあ、こういったこれまで、まあ、従来から長年にわたってこういった企業が金融機関がこの ESG に取り組んできたということが分かります。で、3つ目がノルウェーの政府年金基金ということで、かなり ESG に取り組みをしてきた金融機関になります。それからシティグループも5番目に入ってきています。
でまだまだこのスコアの低い金融機関が多いですので、まあ、改善の余地がかなり多く残されているということになります。我々の評価を見ていただいて、金融機関には改善をしていただきたいと思います。で今年9月ですけれども、まあ、この評価をさらに200社に拡大していく予定でいます。で私の方からは以上ですので、次にはエディさんの方からケーススタディについて紹介していただきたいと思います。ありがとうございます。私、直インドネシアから来ていますけれども、ここのウェビナーではいくつか その実例ということで紹介していきたいと思います。でその中でシナルマスグループのケースについてご紹介いたします。シナルマスグループ、こちらは同族会社でございまして、で主に、紙パルプを取り扱っております。それからパーム油も取り扱っています。でパーム油に関しましてはゴールデンアグリリソーシスという企業が取り扱っております。でこれはシナルマスグループはインドネシア最大の紙パルプパーム油の生産者になっております。でインドネシアにおきましては、このまあさまざまな環境社会ガバナンスの問題が生じています。で環境問題ですけれども、こちらは、まあ、この企業グループによる森林の消失であったり、火災ホットスポットで、シナルマスグループが最大になっています。まあ、社会的な問題になりますと、まあ、107の村と今この紛争が生じています。これは SMG の紙パルプ事業に関わっているものです。でこれが現地の農家への反対があるということです。で2018年このガバナンスの問題に関しましては、2018年にこの、まあ、賄賂提供があったということが発覚いたしまして、まあ、これは土地違法な土地利用 を隠そうという意味でこの賄賂が提供されたということになっています。でこちらがシナルマスグループの組織図になります。かなり複雑な組織体系になっているのがお分かりになるかと思います。まあ、なかなかこの関係性が理解しにくい組織体系になっています。でこのインドネシアではこの3年前にこのインドネシア政府の方で新たな規制を設けました。まあ、全ての企業はこの、まあ、受益者の氏名を出さなければならないという、法律規制ではあったんですけれども、これをまあ政府に対して、それから金融機関にも提供しなければならないという規制ができました。で次にまず環境への影響ですけれども、まずこの SMG グループがパルプ工場を持っておりますけれども、こちらには35のサプライヤーがおります。そして2015年から2019年にはこのパルプ工場での結果、6万2830ヘクタールの森林破壊が行われました。で今ここに、関わっているサプライヤーが35、ございます。それからまた100万ヘクタール、あるいは SMG に利用が許可されている土地の 40% というものが、この泥炭が、生じます。でこの泥炭というものから温室効果ガスが排出するという問題もございますし、あるいはこの火災や塩害が生じているということで、2015年から2019年までに32万9000ヘクタールが消失されたという事態が生じております。で2015年にかなり大きな問題が生じまして、火災が生じまして、それに対して SMG ではこの農園での
泥炭生態系を修復するというふうには言ったんですけれども、この2018年に行った現地調査の結果、実際には修復措置は行われていないということが分かりました。でまた、この土地に対して工業用のアカシアを植樹しており、完全にこれは規制違反であり、新たな火災が生じる危険性もございます。で昨年ですけれども、この新しいデータを我々の方から公開いたしました。でその中でさまざまなホットスポットを把握してきたところです。で特にこのシナルマスの農園地帯におけるホットスポットを見てきたわけです。次に社会的な影響ですけれども、こちらではさまざまな村落の調査を行ってきているところです。で特にこのパーム油の農園地域におけるさまざまな村を見てきたわけなんですけれども、でその結果、この油ヤシ農園というものはこの村の開発につながっていないということが結果として分かってきているところです。で多くの村が未開発の村が多くございます。それから、独立村落というものもございますけれども、これに対して、つまり開発を遅れている村落が、あります。これが 6% で、これをいかに、開発をこういった村の開発を進めていって独立が可能に、自立ができるようにさせていくということが重要になってくるところです。先ほど述べましたように107件の紛争が地域で行われているところです。こちらは土地の保有権、強制退去であったり暴力あるいは犯罪などが関わっているところです。こういった意味で紛争が今後もエスカレートする可能性が十分にあるということが調査の結果から分かっています。こういった意味で SMG に対しても評判が悪化するリスクや事業リスクが存在するということになります。こういった事業の在り方においてこの SMG の評価が評判が下がるという、そういったリスクをこの企業は抱えているということになります。で次にガバナンスへの影響ということですけれども、この SMG グループではこのさまざまなシャドーカンパニーを作っているというところです。これはインドネシアで大きな問題になっておりまして、多くの企業では、つまり誰が経営の実質的な経営権を握っているのかがなかなか分かりづらいという問題がありまして、さまざまな調査が捜査も多くなっているというところです。で SMG も同様です。つまりこの社員を名目上の株主に指名するという、これはインドネシアでは違法なんです、違法なんですけれども、実際には多くの企業がそのような、制度を取っているという問題がございます。で、こういった意味で、委任をした上で、この経営の実権を誰が握っているのか分からないという、そういった状況の中で、心理管理協議会 FSC は、この SMG との関係を再確立する手続きを中断したという状況がございます。つまりこういった SMG の企業秘密が市場リスクになっていることを示しています。でこちらはさまざまな今見てきた環境社会ガバナンスの影響を総合的に把握するということです。まず環境においてはパーム油、紙パルプということで森林破壊、火災が行われている。社会でも地域コミュニティの権利の侵害、労働権の侵害、パーム油ではよく見られるという状況ですけれども、それからガバナンスというところで汚職もございますし、それから違法的な事業が流されているというところで、それぞれパーム油と紙パルプの事業で総合的に見てきているわけです。主にこのパーム油の問題がとても大きくなっているところです。それからさまざまな金融機関が
このシェラルマスグループに資金提供、融資、投資を行っております。特にこのパーム油分野でもそうですし、紙パルプでもそうです。また特にこのマレーシアの銀行 CIMB あるいはマライアンメイバンクなどが投資を行っております。メイバンクが8億5000万ドル融資しております。かなりの額になります。で、我々この方針というものを見ていくわけなんですけれども、この金融データも把握しながら、誰が金融機関なのか、誰が投融資を提供しているのかどうか、そしてその額はどれくらいなのかということを見ていきます。で、特にこの分野別にパーミューと紙パルプ別に見ていって、で、そして各金融機関の方針をその上で評価するということをしております。で、こういった、パワーミューではさまざま社会的な影響も出ていることが分かっているところで、我々としてもこの規制の面からの働きかけも行っていきたいというふうに考えています。で、ガバナンスもそうですけれども、このパワーミューのガバナンスの問題もございます。で、こちらにおいてもやはりこの規制を強化する必要があるというふうに考えています。それから大きな課題ですけれども、これは環境の問題です。こちらも規制ということがかかってくる部分でございます。で、メイバンクや CIMB のようなマレーシアの銀行が投融資を行っているところです。で、こちらは、本当に大きな課題になっているところですね。特にメイバンクにとっては、きちんとした対応が必要になってくるという、できるだけこのきちんとした方針を、強化していっていただきたいと思っています。昨年と比較いたしますと、2018年度と比較いたしますと、前進もございました。政策方針における、改善が確かにありましたけれども、まだまだ十分ではございません。この SDG という、問題もございます。で、我々としても、この金融機関のみならず、すべての関係者を取り込んで、進めていかなければならない課題であると。で、特にこの金融機関のきちんとした方針を作っていただいて、で、我々としてはそれを評価をすると。で、もし我々として何らかの情報提供で支援できるのであれば、銀行側にも提供していくことができるということになります。で、こちらで私の方のプレゼンテーションは最後になります。ありがとうございました。今、このウェブサイトの活用方法と、それからキャンペーンの進め方などの話がございましたけれども、ではパネリストの今これから Q&A セッションに入っていきたいと思います。まず最初の質問ですけれども、グリーンピースの方からこちらに、データ、どのようなデータが入手できているのか、そしてからデータの入手ができないことによる制限というのはあるのかというご質問でした。そうですね、こちらのご質問は、金融データについてのお話かと思いますけれども、確かに限界はございます。金融データの入手ということに関してましてくると、確かに制限がございます。さまざまな地域、さまざまな国における金融機関が所在しておりまして、そこからデータを取っていかなければならないということなんですけれども、できるだけこの制限を乗り越えていきたいということで、ブルームバーグ、ディフィニティブという2つのソースを使ってデータを取ってきています。で、2つのソース、データソース
をの重複などを見ていきながら、まあデータソースによって、まあ、強い面と弱い面がございますので、それぞれの、強い、面を生かしながら、データを集めていき、さらにはデータ分析を行っていきます。それからインドネシアからもデータソースがございます。多くの、インドネシアの企業が、誰がどのような融資を提供しているかということをそのデータ、ベースに提供していますので、こういったインドネシアのデータベースが提供されているような国もございます。例えばシンガポールなどでは、まあ、企業の開示義務がなかなかありませんので、まあ、かなりの制限があるということもございます。あとは登録情報なども見ていっているところです。ブラジルに関しましては、BNDS 中央銀行データを活用しています。でこちらは、まあ、東南アジア、まあ、今日は東南アジア地域が中心なので、まあブラジルについてはまた別の機会にお話しできるかと思います。それから年間報告書等も見ております。さまざまな、まあ、小規模の投資家などですね、こういったデータがそういった年間報告書からも、見て取れるということがございます。次のご質問ですけれども、こちらは、メリーさんへのご質問、まあ、金融機関の評価ですけれども、これが、まあ、金融方針の導入状況についての評価を行っているのかということです。でこれはケースバイケースで行っています。まあ、さまざまなブログなども、情報で提供していますけれども、まあ、この、まあ、金融機関が実際に方針を導入しているかどうかということを見ていくということなんですが、まあ、これはまずデータベースを見ていくということになります。まあ、金融それぞれの金融機関が持っている、企業への評価、それから方針の評価を行います。で各金融機関が融資しているすべての会社を把握するというのはとても大変です。でデータの透明性というものも問題もございますけれども、このジャーナリストの方々の方でも独自の研究調査を進めることができるかと思いますけれども、そういった意味で、説明責任を求めていくということになるかと思います。次の質問は、軍さんにへの質問かと思いますけれども、このインドネシアにおけるさまざまな紛争に関するデータソースはあるのでしょうかというものですけれども、軍さんどうでしょうか。まあ、これ我々の研究独自のデータソースをも使っておりますし、それから地域社会共同コミュニティにあるデータなども見ております。 Some NGOto facilitating them meet with company, meet with bank, and then meet with investor, including how to. でその中にはこの LSP であったり OECD であったり、まあそういったデータとも照合しています。それから、まあ、研究調査を行っているというところで。まあ、それに対するフィードバックを見るということもしています。それからはさまざまなパートナー機関からの情報共有交換なども行っています。で先ほど述べましたけれども、さまざまなこのさまざまなデータはそういった形で、収集しているというところです。でそれからインドネシアの金融当局からのデータなども見ております。で3年前ですけれども、ま、去年今年にかけて、ま、コロナが生じたということで、なかなか実際に銀行関係者と会うことがなかなかできなかったということはございます。ま、これも一つの課題になっています。それからインドネシアでの大きな課題というのは、まあ、インドネシアには限らないんですけれども、
まあ、この金融機関がきちんとした方針を設定していない場合、まあ、その場合にまあどのように働きかけていくかということです。この説明責任をどうやって果たしてもらうかということですね。まあ、例えばこのインドネシアではこの紙パルプへの投資がなされています。2019年には大きな火災が発生しました。でそういった BMI がそういった企業に投資をしているわけなんですけれども、我々その時当時その火災だけではなく彼の金融機関の方針についても話し合いをしました。でその中で、さまざまな改善がなされてきたとは思います。この例えば5年前と比較すると、まあ、何らかの改善がなされてきたというふうに考えてはいます。 Thank you, Gun. The next question that I'm... 次のご質問ですけれども、今この6つの商品を見ていらっしゃるということなんですけれども、これをさらに拡大していく可能性はあるのか、というところです。特にこの、ね、自然資源についての分野についてということです。でマレーシアの方々 については、まあ、この多くの、まあ、工業がなされがありますけれども、これについてお答えいただけますか。そうですね、この商品をさらに拡大できるかどうか、商品の対象を拡大できるかということですけど、まあ、工業というのがまあ一つになるの可能性としてあるかと思います。まあ、インドネシア、マレーシアにおいては工業がとても重要な、それから ブラジルでもそうですね、中南米もそうです、ガーナ、DRC などとても工業が重要です。ですので、まあ、可能性の一つとしては、それからそれとは別に、コーヒーとカカオですね、こちら中南米で生産されていますけれども、それから、まあ、あとそれ以外にはバイオマスですね、こちらが、まあ、今回の、エネルギー転換という中で大きな動きがございます。ですので我々、まあ、そういった可能性を今考えているところで、今ある6つの商品群以外にもさらに対象を、まあ、我々のもちろんキャパシティの問題もございますけれども、広げていきたいというふうに考えています。多くの ASEAN 銀行というのはそれぞれの方針を公開しているわけですが、そういった金融機関に対してどう対応していますかということですが、直接金融機関に連絡を取るんでしょうかという質問です。多くの ASEAN の銀行はなかなか、分野ごとの方針はこれまで、公開はしてこなかった、というところですけれども、まあ、できるだけこの連絡を積極的に取っていきます。そして、まあ、我々がの持っているこの評価結果を、まあ、彼らに提供していって、それに対する反応を見ていくということです。で、さまざまな、方が金融機関 NGO にもございますけれども、まあ、誰に連絡を取るべきかということを把握しなければならないということもございます。これについて他にお答えできる方いらっしゃいますか。この方針ということですけれども、まあ、これはできるだけ金融機関に公開していただきたいと思います。まあ、いくつかの理由がございます。まず、金融機関にとっても、顧客に対してのコミュニケーションの手段になるということですね。まあ、こういった基準があるから、これに対して顧客企業にはこれを遵守してほしいという、まあ、こういったコミュニケーションの手段になるわけです。ですので、こういった金融機関がそういった方針を出すことはとても重要です。でもう一つは、この、まあ、公開していけばこの責任が生じてくるというわけではありますけれども、まあ、市民社会からの例えばフィードバックを得ることができるという、まあ、そういったメリットもございます。でそういった意味で、まあ、金融機関が必要としている情報が得られるということですね。
まあ、金融機関というのはこういった、まあ、会計であったりそういった部分の専門家ではありますけれども、まあ、こういったアカウンタビリティの専門家ではないわけです。そういった意味ではこの市民社会からフィードバックを得て、まあ、彼の専門性を活用していくということが重要になってくるということになるかと思います。最後の、もう一つ質問がございます。このウェブサイトなんですけれども、これは例えば各銀行の方針の整合性を確認する意味では使えないんでしょうかというご質問です。そうですね、この我々は比較評価を行っているわけですけれども、まあ、様々な融資それからエクスポージャーを見ていきます。でそれからこのそれぞれの企業の事業内容というのは我々の研究対象外にはなってしまきます。でつまりこれは我々の目的ではないというわけですね。まあ、我々の目的というのは金融機関に方針を設定してもらうというものです。ですので我々ケーススタディも行っております。まあ、ウェブサイトにも掲載されています。で他の組織からのケーススタディなどもリンクがございます。まあ、様々な環境を調査評価などが行われています。で我々のこのウェブサイトでは、まあ、先ほどの赤い点が、の紹介があったかと思いますけれども、つまりこのリスクの高い顧客企業というものが把握されているわけです。まあ、様々な非法活動が行われている、まあ、こういったのは様々な苦情寄せられた苦情を確認しながら、特定していくもので、あります。でそれからあとそれ以外にもこの例えばメディアが取り上げた報道内容ですね。で、まあ、全ての、メディア報道を取り上げているわけではないんですけれども、まあ、そういった、メディアの報道を見ながらこの赤いドットをつけていくということをしています。メリルさん、もし何か他にありましたら、まあ、我々の研究を行っているところで、まあ、様々な銀行間の比較も行っています。でその場合、まあ、この投融資と額とそれから方針とを並べて照合しながら、まあ、どれくらい その規模の金融機関なのか、それに対してこの方針がどうなのかということを、まあ、付き合わせながら、見ていくということですね。最後にもし皆さんのパネリストの方々1名ずつ何か発言されたいということであれば、お話しいただきたいんですけれども、どうでしょうか。まあ、Q&A の内容でもよろしいですし、あるいはこの Q&A にある、ご質問に対してお答えするということでも結構です。そうですね、じゃあいくつか Q&A の戻りたいと思いますけれども、まあ、この森林に対するリスクについて、まあ、様々なターゲットオーディエンスがございます。まあ、金融機関がその主なものなんですけれども、まあ、それ以外にも市民社会団体やあるいはメディアということになります。でそれからまた、まあ、ウェブサイトのデザインもそれを反映しているということです。まあ、一つのポータルに金融データとそれから金融機関の方針が見れるということになります。でそしてその上で金融機関に対して説明責任を求めていくということになります。で我々実際のこの森林破壊のケースを見ていくというわけではないんですね。まあ、こういった地域、こういった森林破壊に影響を及ぼすようなこの商品群に対する、まあ、投融資を見ていくということになります。でそれからさまざまな企業の事業活動もですけれども、まあ、先ほど申し上げたこの赤い点を使ってハイリスクを表示することをしています。先ほどチャットにあったのが、ポータル
というところだったんですけど、まあ、最後にのコメントですけども、ぜひ皆さんには私たちのポータルに、ウェブサイトに来ていただいて、でもしご質問などございましたら、ぜひご連絡いただきたいと思います。で、ぜひ我々のデータを活用していただきたいと思います。グンさん、どうですか、最後のコメント。まあ、我々独自のデータを使うのみならず、まあ、政府が出しているデータを活用しています。で、さまざまなデータを公式に政府が出しています。で、我々はそういったデータを活用をしながら、まあ、それを我々独自の研究結果と比較をしながら、確認をしていくということをしています。Thank you, Gun. ありがとうございました。